はい、久しぶりの油が節。まあ今年はねちょっと油が節に、僕も力を入れようと思ってまして、まあすごい僕が、まあ、バス釣りを覚えたフィールドでもあって、去年この油が節の、釣り場のこう場所とかそういうところをこう説明させてもらった動画を上げたんですけど、今年はこうシーズンごとに春夏秋冬と、まあマーボチャンネルの方でちょっとアップしていこうと思います。でまず今回はね春に来ました。で、一つはまずフリック牧場、フリックシェイクで釣れるようなところをこう探して、釣っていく釣り方で、それもねフリックシェイクのノーシンカーでキャッチできたんですけど、そしてもう一つがこのヤミ 3.8、ヤミスリムですね、 3.8 のこう軽量ネコリグの、サイトフィッシング、これを使ってこうすごくいい釣りが、はめれました。まあ、実際にちょっとその映像は、あのマーボチャンネルの方でこのままねご覧いただけたらいいんですけども、やっぱり春の油って、スポーニングを意識してどんどん浅い方にバスが行きがちで、本湖とかそういうところももちろんいいんですけど、こういう川の上流域にどんどんバスが入ってくる時期でもあるので、今回はそのフラットのエリア、川でもこうフラットがずっとあるような場所ですね。やっぱフラットっていうのはこう上流域に行けば行くほど浅いし、そう流れが激流なわけでもないので、結構この時期でもその上の方に刺す、水が多ければかなり上の方に刺すし、水が少ない時は、今ここ僕がいる高校のちょっと下流ぐらいのところに溜まるんですけども、それはもう水位に合わせてで狙っていただけたらいいと思うんですけども、油って基本大潮の時に水が、少ないで小潮の時に水が多いんですけど、この時にこうどこの場所にいるのかっていうのがすごい大事で、大潮の時はやっぱり水が少ない分少し下流ね。で、逆に小潮は水がすごい多いから川のどんどん上流に、バスが上がっていきやすいので、これをこう覚えておくだけでも春のスポーニングを意識したバスの動きっていうのもすごくね、ついていきやすいので、それを、ちょっと考えて、狙っていただけたらバスと巡り合う確率もぐんと上がるので、ぜひね参考にしていただければ良いかなと思います。で今回はもうほぼサイト、メインにやって、このフリックシェイクとヤミスリムの 3.8 ですごく釣ることができました。実際ねちょっと映像をご覧ください。でこうゆっくり落としてってチェックしたら釣りました。うわいいバスYummy,
まあまあいい。やばいやばい、いよいよ切られる、やばい。すっげえパワー。あ、やばい、切れる、これ切れる絶対。ちょっと待って、待って待って、絶対切れる。でも入水したくない。入水したくない。いや、もう入水する。うわ、やばい、オープンで。すんげえパワー。おっしゃー、やみーやみー。 3.81 度、 0.45g、 猫でちょっとボトム横に立ったわ。出ました。やばい、これは切れる。やばいやばい、めっちゃ引く。完全に釣り方見つけた。やばい、これはやばい。こいつなんでこんなパワーある。やばい、筋肉ムキムキ。先生、社長、お願いします。フードプレー、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。さっきと一緒じゃねっていうぐらいのバスだな。さっきよりでかくないですか。ですかね。でかいよな。今のもさっきと一緒で、ウィの 3.8 の 0.45g 猫でボトムに置いてこちょこちょやったら出ました。おっしゃ、あ、くっそ。マジかよ。うわ、抜けた。やっば。やばい、これはやばい。多分大丈夫。やばい、なんでこんな引く。やばいね、あ、これ一番でかいわ。おっしゃ、やば。俺油ガシでこんなやつ釣ったの久しぶり。ヤミー 3.8 ボコボコ、やばい。